きチャンネル。こんにちは。さあ今週も月曜日やってまいりました。月曜日恒例12球団全試合3連戦総チェックというところで18試合、金土日見ましたけど、ここでお知らせです。万が一体力が続かなかったら急に総チェックを休む可能性あります。そこはご了承ください。できる限り続けます。さあ行きます。今日は巨人対中日から8月14日、6対1巨人で、15日4対7中日、そして16日、1対4中日ということで、中日が2勝1敗の、勝ち越しというところで、1週間でいうと3勝2敗それでも貯金1っていうね、このが首位の強さで、中日は4勝2敗貯金2ということでね、まあ、今週はいい戦いできたんじゃないのかなというところで、巨人対中日戦、14日、まあ、ジャイアンツが、勢いに乗って勝ちましたけど、まあ、なんといっても、キーポイント、初回坂本の打球を医療映像ではちゃんと映ってなかったですけど、明らかに目測誤る、ね、結構伸びていきましたけど、多分一瞬あれは前出たね、前出てから後ろ下がったことによって頭の上を抜かれた、あの判断にバーッと、ね、でしかも、ここから坂本バット、坂本も多分打った瞬間取られると思ったね、 100% でライトオーバーだけど、ファーストにとどまるっていう、あれ最初から走ってたらツーベース、でも最初から走ってないってことは多分坂本としてはライトが取ると思ったんだよね。でも医療の目測を誤って頭の上を越えたことによってびっくりしてそこから走ろうとしたけど、東京ドームもそんな広くないんで、まあ、セカンドに行けなかったっていうところで、ダブルバットね、はい、それで初回ね、巨人は、1点先制するわけだから、そのミスがね、まあ、前半こう立ち上がりっていうところでは、まあ、痛かったかなと。松葉もねいいピッチングしてただけにね。でそして、3回裏、ウィーラーの打席、ここでカウント 2-2 からインコースね、本当に際どいところに松葉が投げて、それが判定ボールっていうところでね、まあ、松葉も帰りかけてね、これは、まあ、ストライクボールかよく分かんないですけど、めちゃくちゃいい球だったっていうね。でそこで気落ちしたのか、その後チェンジアップが真ん中に入っちゃって、それをレフトにツーランホームラン打たれて3対0になったっていうね、ちょっと気持ち切れたかね。その前にストレートがねいいところ、決めて決まったと思って、それが決まらなかっただけに、ちょっと気持ちがね切れて、そのチェンジアップがね、油断したことによって真ん中に入って、ウィーラーがそれ見逃さずホームランっていうところでね、まあ、若干、流れ的に集中力切れた、もったいなかったなっていうところありますね。で、まあ、ドラゴンズの、キーポイントで言えば、5回表、高橋がライト前ヒット、そして阿部フォアボール、医療ツーボールノーストライクから打つ形で見逃しで、ツーボールワンストライクで、そこからバンドしてファール、2エンド2、そしてバッターの形で、三振で、その後木下がワンアウト1でレフトフライ、代打アルモンテ三振というところで、まあ、5回まだこの時点で3対0でノーアウト1、2塁で下位打線に行くというところで、まずね2ボール0ストライクになっても、これはまあ最初からバンドする形でしたけど、2ボール0ストライクになった時でも、ここは打つ形にしないでもうバンドしに行かなきゃね、バンドしに行ってストライクだったらバント、ボールだったら見逃しという形で行かなきゃいけないところを簡単に見逃して、で2ボール1ストライクで、今度バンドしに行ってファールで、最後はバッサーの形で三振というところで、もう何がやりたいのか全くわからないっていうね。まず第一の問題が、まあ、2ボール0ストライクでもそこはバンドしに行かなきゃいけない、そんな見逃してる余裕ないよと。で2ボール1ストライクから、まあ、バンドファールで2エンド2で、ここでもう一つ問題があって、もう僕はここは見てて、まあ、そのまま3バンドでもよかったんじゃないのかなっていうところで、まあ、バスターの形に行って三振、このバス打つんだったら打つ、バンドするだったらバンドするっていうね、このバスターの形の中途半端によくやる、まあ、ドラゴンじゃなくて もう各球団いますけど、無駄な努力はいらないっていうね。で野手は誰もごまかされないっていう、だからそれだったらもう、もしくはバスターするんだったらもう本当のバンドする形でやんないと、中途半端によくわかんない、なんか天秤打法かっていうね、バッティング で三振して、結局その好機を生かせず、まあ、その後バタバタっていって6対1で巨人が勝ったっていうところでね、まあ、ドラゴンとしてはその5回の表の作戦、戦略、戦い方、バッターの、ね、能力ともに全体的にはそこの、ミスっていうところが、まあ、
追い上げできなかったかなと。でまあね、ジャイアンツの戸郷はね、5回3分の2投げて、まあストライクボールはっきりしてたなと。でもいい球は低めにめちゃくちゃ良かったし、悪い球っていうのが逆球のストライクゾーン入んなくてボール球に全部なるっていうところで、そこの甘くなった時に、あの逆球行った時にミスコントロールした時に全部ボール球になる、そこが甘めに入っていかないっていうところで結果的にいいピッチングが引き出せた。でそしてちゃんと投げるときはまっすぐスライダーも含めて低めにコントロールしきれたっていうところで、まあいい球悪い球はっきりしてたけども、そこが、のマイナスポイントにならなかったっていうところがね、非常に良かったかなと。そしてなんといっても、継投でね、まあ、5回3分の2投が投げて、そこから継投で大江が出てきて、バッター高橋に対してこのねインコースもね、あの左のサイドからインコースもしっかり投げるっていうところがグッと。ね、あれアウトコースの出し入れ一辺倒だけだったら高橋に反応されてたかもしれない。でもあそこでインコースのストレートを投げることによって、まあ、よりアウトコースのスライダーも生きる。でもバッターがそれを意識していることとともに、あちょっと甘くなってもそれが詰まるっていうところでね、 OL 素晴らしい投球術、見れたかなっていうところありますね。でそしてなんといっても、中地200号ホームランおめでとう、グッ、ね、200号のうち30発ぐらいは貢献してるかなっていうぐらいの、よく打たれたなっていうライオンズ時代ね、あの苦い思い出があります。そして、8月5日、4対7でドラゴンズの勝ちというところで、まあ、4回裏はねノーアウト満塁、内野は定位置に守ってて、で大城の打席ね、まあ、ドラゴンズが守備位置ですけども、で大城の打席、3ボール2ストライクから低めのボールツーシームもさ振って三振、あれを見逃すのは非常に難しいけども、あれを見逃せるかどうかが試合の明暗を分けるっていうね、あの見逃さなきゃいけなかった、もしくは振るんだったらファールにしなきゃいけなかったっていうね、じゃあお前がやってみろっていうかも分かんないけども、ああいうところプロのね頂点の戦いっていうのは、ああいう細かいところをできるかできなかったが結局に勝敗に影響してくるっていうね、あそこは見逃したかったなと。あれ見逃してたらひょっとしたら展開的には大きく違ったかなっていうところもありますし、でその後ワンアウトを取って、今度ワンアウト満塁になったら今度内野定位置でいいのに前進してくるっていうね、その時点で3対0かなで勝ってて、4回裏っていう状況で、まあ最初はノーアウト満塁、まあ1点やってもいいよ、ダブルプレーでアウト重もうよ、でそこ結果的に三振取れた、ワンアウトになった、バッターが吉川っていうところで、まあ左バッター足速いと、吉川足速い、内野のゲッツーはなかなか難しい、もうそれだったら1点もやりたくない、前進守備というところで、あの詰まりながらも、セカンドとセンターの間にカンちゃんヒットで落ちるっていうところですけど、あそこは状況的に考えたらあのセカンドゲッツー狙いで定位置でよかったんじゃないのかなと。万が一あのゲッツー取れなくても2アウト、1点取られても2アウトにする、なぜならその前のノーアウトの時は1点 OK でよかった、でもこれ1アウト取ったことによって欲が出た、でも3対0あるで、あのピッチャーは好投してる、まあ、チームが今下位にいる、そしてやっぱり一戦必勝で負けられないっていうちょっと余裕のなさが、ちょっときつめのね、精神的にきつい守りの野球にね徹しちゃったかなっていうところで、あそこは定位置でよかったかなと。まあ、結果論になりますけど、定位置だったらセカンドは取れたかなっていうところもありますし、まあ、その後ねジャイアンツとしては田中がね三振、坂本ライトフライと追加点取れなかったっていうところがね、ジャイアンツがここがキーポイントかなと。まあ、その後ねあのロドリゲスがよく踏ん張ったかなっていうところはありますけど、そういった守備位置のところでねちょっとんって思うね、戦略がありましたね。そして、まあ、なんといってもロドリゲスね、まあ、動くストレートが抜群というところで、あの150キロ以上の左打者に対するインコースカットかカット気味に投げてるのか、本当に素晴らしいロドリゲス、グッとね。であの丸が三振した縦スラ、あのストレートを投げてていきなりあの縦スラを投げられたらちょっとバッター反応できないかなっていうところもありますし、あの非常に今後ドラゴンズを救う先発ローテーションの一角になる可能性があるロドリゲス、本当にあのディッシュのピッチングも非常に楽しみだなっていう。あとビシエドがね1ヶ月ぶりのホームラン15、グッと1ヶ月ぶり、あのそんなに打ってなかったんだっていうところでね、まあ、ロドリゲス、ビシエドとね、まあ、外国人選手が頑張ってくるとね、まあ、マルティネスとかね、抑えのね、まあ、あとはアリエル・マルティネスがね怪我から復帰っていうところもありますし、まあ、ちょっとずつねチーム状態が上がってくるのかなっていうところも、ありますし、あとジャイアンツで言えばやっぱ初回のビシエドの463ダブルプレー、吉川守備グーね、あのプレーは本当に素晴らしかった、しかもあれをダブルプレーにするっていうね、あの二遊間のコンビっていうのもね本当に素晴らしかったかなと。で昨日8月15日巨人対中日1対4でドラゴンズの勝ちということで、まあ、なんといってもね、まあ、大野が3試合連続完投アンド2桁奪三振というところで球団14年ぶり、まあ、インコースもアウトコースも完璧にストレート、ツーシーム、カット、スライダー、チェンジアップともに本当に完璧に、あの隙のないピッチングができたかなと。
ドラゴンズとしての、キーポイントでもあり、ジャイアンツとしてのキーポイントであるのが、まあ、5回表ね、まあ、高橋がライト前ヒットを入れて、で阿部がライト前ヒットで、ライトの石川が三塁へダイレクト送球っていうね、バーッとね、いくら肩に自信があるとはいえ、そこをダイレクトで後投したらね、ボールがね、んで阿部がその隙にね、セカンドを狙って、ランナーが2、3塁になる阿部の走塁行く。ね、その隙を見逃さず阿部もセカンドにね、狙っていったっていうところもね、走塁的には非常に良かった。でライトの石川はヒット打たれて仕方ない、でランナー一三塁になるのは仕方ないけども、バッターランナーをセカンドに生かしてしまったっていう送球の判断っていうのは非常にバーンというところですよね。でその後、まあ京田がねライトへツーベース2打点で、木下がライトへ1打点で、無視1、2塁で、ここで大野がバント失敗、バーンとね、こういったところ追加点をね、好きなくやっていかないと、いつ逆転されるかっていう可能性もあるん で、その後大野がバント失敗で、大島サードね、岡本のファンブルのエラーで、アルモンテ6-4-3と後続続かず、まあそこ3点しか取れなかったっていうところでね、もう4点、5点目ね、取っておけばもうちょっとね、楽になるし、まあ今後に向けてもそういった、まあ、チャンスをつかんだ時にもうダメ押して点をね、1イニングでビッグイニング取れるように、そういうミスなくね、ドラゴンズもやっていってほしいなっていうところがありましたね、っていうところが巨人中日の3連戦、まあ、ドラゴンズもね、柳とかでロドリゲス、そして大野と先発投手がね、どんどん戻ってきたり固まってきたりするんで、まあ、今後のね、活躍に期待っていうところと、まあ、ジャイアンツはね、終盤もたもたしたといっても結局ね、1週間で言えば、まあ、勝ち越していくっていうね、さすが首位の野球が見れたかなっていうところですね。さあ続いて、阪神広島、金曜日0対6で広島、そして土曜日10対2で阪神、そして昨日2対2の引き分けということで、まあ、1勝1敗1分けっていうところに、なりましたけども、阪神は3勝2敗1引き分け貯金1、そして広島が2勝3敗1分けと借金しということで、最下位になっちゃったよっていうね、今週の戦いになりましたけども、まあ、金曜日0対6で広島の勝ちって言って、まあ、この試合はもうなんといっても、森下の完封勝利ということで、先発奪三振、先発全員奪三振、9回2安打12奪三振無四球完封というね、本当に素晴らしいピッチングでしたし、ストレートがね抜群に良かったっていう、まあ、この対角線、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースの対角線のコースに、まあ、しっかり投げて、それがね、万が一甘く入ってミスした時も、しっかりこの高めのね、この肩ぐらいのところに投げて、でそれを、まあ、阪神打線もミスショットしたりね、ストレートの球威に押されて、ファールを重ねることによって、まあ、カウントを悪くしていった。で、その中で、まあ、カーブ、スライダー、チェンジアップっていうのがね、非常に生きた。で、しかも、ストレートをしっかり見せることによって、この変化球もね、非常に生きたかなっていうところで、坂倉のリード、だからまあ森下のピッチングもグーだし、坂倉のリードもグーっていうね、まあ、2人の共同作業でね、非常に素晴らしいピッチングができた。そしてなんと先発全員奪三振が、2005年の中日川上憲伸さん以来で、川上憲伸さんが9回1安打1ホーマー10奪三振の1失点で完投勝利ということでね、まあ、2005年5月20日、この全員奪三振、佐々木も三振してあげてます。はい、しかもですね、この、まあ、全く関係ないんですけど、広島と阪神戦、この2005年の試合、なんと9回2アウトまで完全試合っていうね、川上憲伸さんが。で、完全試合 で最後、イースンヨップが打席に入り、で、3ボール2ストライクとフルカウントになって、でもここ、川上憲伸さんは、まあ、大差で、6対0ぐらいかな、大差で勝ってる。で、しかもその中で完全試合をしてる。フォアボール許されない、もうど真ん中に投げるしかないっていうところで、ど真ん中に投げて、それをスンちゃんがバックスクリーンにホームランを打って、完封もなくなって、完全試合もなくなる、まあ、でも勝利投手になるっていう、憲伸さんに後に聞いたら、もう何もなくなるよっていうね、でもあそこは完全試合なんで、あれ、ノーヒットノーランだとね、まだボール球に投げれましたけど、完全試合っていうところもあって、ど真ん中に投げた、よく覚えてます、この試合。なんとそれ5月20日、佐々木の誕生日の悪夢になりかけたっていうね、完全試合になりかけた試合でした。思い出エピソード。はい、ということで、まあ、森下がね、素晴らしい本当にピッチングだったなと、あとバッティングもね、6回表、森下がね、バッティング、後のコメントで、当てることだけを考えた。これはね、ピッチャーとして非常に大事な要素ね。しっかり振り切れたりとか、全力で打つってなかなか難しいかもわかんないですけど、当てたらなんかあるかもわかんない。その当てに行ったことによって、三塁線抜けて、それがタイムリーになる。ツーアウト一塁から三塁線抜けるね、2点、ツーベース、タイムリーになることによって、自分を助けるっていうね、どうなるか、ヒットになるかというよりも、バットに当てに行って、
ていうね、あの打撃意識っていうのは非常に素晴らしかったかなと。あとタイガースといえばね、まあ、藤浪、っていうところになりますけど、まあ、僕はまあもう今の藤浪はもう4番手5番手6番手のピッチャーだと思ってるん でそう考えたらピッチング的には良かったんじゃないのかなと。これがね1、2番手っていうところになるとんと思うところはありますけど、まあ、5番手ぐらいって考えると、まあ、それなりに良かったんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ、あとはねこの藤浪に対しての問題点は藤浪じゃないんです、チームの打線です。ここまで藤浪4試合投げて援護点なんと3点、これは勝てない、ね、7月23日2点で7月30日0点で8月5日1点で、この8月14日の試合0点と投げた試合全然援護をされてないっていうところで、まあ、もうちょっとね援護点しっかり取ってくれてればひょっとしたら2勝ぐらいできたかもしれないっていうところで、援護点の少なさっていうのはね藤波に勝ちをつけてないのかなと。これ藤波にね勝ちをつけるともうちょっと内容自体も好転する可能性もある、まあボールも多かったりとかいろいろ野手もリズムがねつかめないところはあるかもわからないけども、まあ、こういったところの打線の援護っていうところをね、まあ、期待したいなっていう試合ですね。で8月15日、10対2で阪神というところで、まあ広島はね初回の1回裏まあ、ワンアウトから糸井が右中間に抜ける、ね、打球を打つんですけど、センター西川が気になってね、ちょっと鈴木誠也及び腰になって腰が引けるっていうところで、ちょっと西川も終わりすぎたですね。あともうちょっと声の連携欲しかったですね。あれ多分鈴木誠也が走って普通に取りに行ってたら普通に取れたと思うんですけど、ちょっと西川も終わりすぎたことによって当たりそうになってちょっと避けちゃうっていうね、そういったところで最後グローブ一つで、ね、届かなかったかなっていうところで、まあ3ベースにしてしまう。でその後サンズボーがタイムリーで、まあ、2失点するっていうところもね、まあ初回スタートとしては非常に痛かったかなと。でまあ糸井がね6試合ぶりにスタメンに復帰して、でそこからポンポンポンと打つっていうね、まあ走り方とか見てたらまだ体がね、まあ、全開じゃないのかなっていうところはありますけど、まあ、技術はねピカイチだなっていうところですよね。で3回裏ワンアウト1塁からねサンズがサードエラーっていうね、まあ、フライを落とすっていうところです。ここもねちょっと相澤がサンズの足に引っかかってちょっと転倒して、ピッチャーキャッチャーファーストが取りに来て最後誰が取るんだっていうところでね、松山が手だけ出してグローブに当たって落とすっていうところで、これも声出さなきゃっていうね、この初回と3回のこのちょっと連携ミスっていう、もしくは取りに行きすぎ、逆に取りに行かなさすぎっていうね、というところで、まあ、そのフライを処理できなかったっていうところもね非常にチームとしては痛かったかなと。でその後ボーアがタイムリーってね1失点っていうところで、まあちょっとミスが重なって結果的に10対2っていうね大差になったかなと。序盤のねこの1回から3回でのリズムを作れずミスしたことがねちょっと響いたかなっていうところですよね。で8月16日、2対2の引き分け、もうこれはねエラーの試合で痛み分けっていうねテーマです。はい、まあ、広島はね初回近本がね田中康介のショートのエラーに出て、糸井ライト前サンズフォアボールで、大山のね463ダブルプレーの間に1点取って、その後ボーアがタイムリーで2得点するっていうね、まあタイガースとしてはねこのミスを見逃さずね隙をついてしっかり2得点したっていうのはね素晴らしい打撃陣だと思いますし、逆に阪神は8回表ね西川がセンター前、磯村バントして、で長野がね上田セカンドエラーで、鈴木誠也が、まあ、ピッチャーゴロ、その後松山のところにワイルドピッチで1点っていうところでね同点に追いつかれるっていうところで、まあエラーバッテリーエラーっていうところでね、まあそこで失点を積み重ねるっていうところで、まあエラーでもらった点を守り抜いて勝ちきれたのにエラーで返してあげるっていうところでね、まあ、お互いがミスをし合った上での点を上げ合って結局引き分け、ね、ここに来た時に、まあ、エラー数で言えばね、まあ、阪神は37個とセリーグ一番多いと、で広島が32個で2番目に多いと、で一番少ないのがジャイアンツの12ということでね、約3分の1なんでジャイアンツがね、やっぱりこの阪神やっぱエラーをねやっぱ少なくしていかないと。で土のグラウンドって言ってもね、昨日の試合は京セラドームっていうね人工芝のグラウンドですから、まあ土のグラウンドはね難しいところもありますけど、人工芝でもエラーしてるんで、そこはちょっとね言い訳にできないかなっていうところもありますし、まあカープもちょっと32個でエラー多いんで、まあ両チームともねちょっと今後浮上していくためにはやっぱりエラーっていうのをね少なくしていかなきゃいけないんじゃないのかっていうところのね3連戦でしたね。さあ続いて、ヤクルトファンの皆さんお待ちかね、 DeNA 対ヤクルト、お見せしなきゃいけないのはこちらでしょう。はい、日刊スポーツ一面小川の人だな、おめでとうというところで、
素晴らしいピッチングでしたね、小川のノーヒットノーランね。ノーヒットノーランは8月15日っていうところでね、まあ、僕はちょっとね最初から振り返りますけど、8月14日6対2で DeNA で、15日ヤクルト9対0で、昨日が4対7でヤクルト2勝1敗でね、ヤクルトの勝ち越しというところで、まあ、1週間見てみますと、ヤクルトは2勝3敗で借金1、 DeNA は2勝4敗で借金2というね、まあ、両チームちょっとこの1週間ね負け越しちゃったかなっていうところでね、14日6対2で DeNA というところで、まあ、ヤクルトのキーポイントは、まあ、0対1で迎えた2回表、村上がツーベースを打って、で西浦が三振で、エスコバはデッドボールで、山崎フォアボール、一矢満塁で、効果がね 3-2 のカウントから 5-2-3 ダブルプレーっていうところでね、あのダブルプレーは非常に痛かった。ここで1点でも取ってたらね、ちょっと流れが変わったかなっていうところで、このチャンスをね生かしきれなかった。でその後、まあ1対2でね踏ん張っていたけども、7回裏吉田からマクガフに変わって、ワンアウトから上里フォアボール、中井デッドボール、宮崎フォアボールで、佐野犠牲フライで、マクガフから中澤に変わって、柴田フォアボール、峰井デッドボールで打点1で、戸柱がワンアウト満塁で2点ライトタイムリーツーベース、1イニングの間に 1,2,3,4 5個も四死球出してたら勝てませんね、バーッとね、というところで、まあ、DeNA の、ね、結果的にダメ押しになったかなと。で、まあ、DeNA では、ね、ピッチャー大貫が、ね、ゆったりとしたフォームで、本当に力感なく、ね、低めの制球がねグッね、序盤ねしっかり踏ん張っていたことによって、終盤のねチームの勝ち越し打を生んだっていうところでね、その制球力、ピッチング緩急というところが非常に素晴らしかったかなって見ていいと思いましたね。で、まあ、15日はね、もうなんといっても小川がねノーヒットノーランっていうところで、小川はグー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 ナイスピッチングね、このノーヒットノーランが、なんと、まあ、去年のね大野以来っていうところで、本当に素晴らしいピッチングだったかなと。フォークボールをねカウント取りに取ったりとか、勝負球で使ったりとかで、ツーストライク追い込んだらね、ストレートで攻めてフォークで落とすとかね、でフォークを意識させてストレートいくっていうね、そのこれフォークとストレートの、ね、コンビネーションのリードっていうところは非常に良かったなと。でそれを導いたね西田のリード、グワッとね、小川も素晴らしかったですけど、まあ、このノーヒットノーランを、ね、完結するっていうところではね、やっぱりこの西田の、ね、リードブロッキングっていうところもね非常に、見過ごせない、素晴らしい、キャッチング、ね、リードだったかなと思いますし、打線でもね4打数2安打1打点と、打撃でもしっかり貢献してね、この小川のノーヒットノーランを盛り立てたっていうところでね、まあ、小川を、ね、称賛されるのはもちろん、このキャッチャーの西田をね称賛して、素晴らしいね、ノーヒットノーランだったなと、西田をね称えたいと思いますね。そしてもうノーヒットノーランですからね、 DeNA に関しては言うことなしということで、そして昨日も、4対7でヤクルトの勝利ということでね、まあ、DeNA 平がねちょっと左肩の開きが早く、もう球もちょっといつもより高いで、高いことによって動きがシンカーも含めてちょっと動きの変化が弱い、でそこをしっかり、まあ、ヤクルト打線が対応した、特に全体的に反対方向へのバッティングの意識っていうのが強くね、まあ、引っ張りにかからないことによって、その動くボールを引っ掛けないっていうところがね、まあ、ミーティングも含めたヤクルトの打線チームが徹底した結果がね、この平攻略に至ったのかなと。で、まあ、3回3分の2 9安打2四死球3四死球で6失点というところで、まあ、今年平一番ね、まあ、悪いピッチングになったというところもありますけど、まあ、1年間通してずっといいっていうのはなかなかないんでね、この修正を生かしてね、平がどこまで修正できるかっていうところもね次戦注目ですし、ヤクルトとしてはね、山田が4打数3安打3打点1盗塁ということで、まあ、山田がここからね復調していけばチームとしてはね非常に明るい材料ですし、チーム力っていうのがねぐんと上がるかなっていうところもあります。でヤクルトはね4回表広岡がねツーベース、そして西田がねきっちりセカンドへ進塁打、こういった西田のねバッティングっていうのを見逃せない。でその後、まあ、山田からね8球粘ってねフォアボールを勝ち取る、あれもね最後何としても当てようとねバットを出していくっていう姿勢がフォアボールを生んだんで、あの打席での姿勢っていうのね、山田からねピッチングも良かったけどバッティングのね打席でもグーっていうね。でその後、まあ、山崎がねスクイズ失敗バーッとっていうところで、おっと思ったところで山田がねその後レフトへのタイムリーツーベースで2点で、青木がね追加点のセンター前1打点で、村上続いてもう一気に集中打っていうところで、4点を取って一気にダメ押しっていうところでね、そういった打線のつながり、まあ、ミスもありましたけどカバーしていく、でノーアウト2塁でね次のバッターがピッチャーでも西田がしっかり進塁打を打つっていうね、このやっぱチーム力っていうのがね見えた攻撃だったかなっていうところで、2勝1敗でヤクルトの勝ち越し、小川ノーヒットノーランおめでとう、西田ナイスリード、里崎は9回2アウト2ストライクまでノーヒットノーランだったけど、そこで打たれて夢落ちる、その夢を散ったのが今ヤクルトの坂口、ナイスバッティングでした。はい、あと DeNA 今永が
左肩違和感で抹消というところで、ちょっと DeNA に対しては、不安な要素が出てきましたけど、まあ、夏場ね、ここから体力的にきつくなるところで、まあ、全チームね、こう怪我人ここから出てくるとね、ちょっとチームとして、痛いというところもあってね、まあ、大事にならないでね、早期復帰できればいいかなというところもありますね。さあパリーグということで、ロッテ対日本ハム、金曜日12対5でロッテ、そして土曜日0対9で日本ハム、そして昨日が6対5で、ロッテというところで、1週間でいうとロッテが4勝2敗、まあ、日本ハムは2勝4敗、ロッテの貯金2で勝ち越すというところでね、まあ、3位争い、若干日本ハムはね、ロッテに遅れを取った形になったかなというところで、14日で、ね、12対5でロッテの勝ちというところですけど、先発、北浦、もう初回いきなり5失点というところでね、で、まあ、3回に、11対5というところで、まあさすがにこれはね、もうゲーム決まっても厳しいというところになりましたね。まあ、あと田村がね、ホームラン打っちゃったりなんかして、あれ調子上げてきたの、やっと本物っていうね、ところの、活躍がね、見れたかなっていうところもありますし、申し送り事項でね、ロッテは左が弱いよって言っても、誰が投げてもいいわけじゃないからね。左、誰が投げても抑えれる。そんな甘いチームはないです。もう8球連続でストレート使って、どうしたのこのリードっていうね。で、甘め投げて、で、たまに変化球投げたのが、腕が緩んでね、甘めに行くっていうね。さすがにそれじゃ。抑えれません。もう序盤に試合が決まって解説するところがありません。ロッテ打線よく打ったねっていうねところです。で、石川もね5失点したけども勝ち投手っていうところで、ね、ラッキーだねっていうねところです。そして15日0対9というところでね、ロッテのねキーポイントで言えばやっぱりね、この、まあ、完封、結局は完封負けしたわけですけども、有原が投げてね、2回裏安田がツーベース、井上デッドボールでね、で菅野がここで2球バンドファールして、で最後最低でも進塁打打たなきゃいけないところを引っ張りきれずサードフライ、そしてその後角中レフトフライ、田村三振というところでね、この攻撃を、得点に、つなげられなかったっていうところはね、非常に序盤の展開では、まあ、痛かったかなと。で6回裏もね、中村が、ピッチャーね、ボテボテの打球をね、走って有原焦って悪送球でね、失礼、で、牽制暴投になって、で、ここでもね、マーティンがピッチャーゴロ、進塁打を打てず、で、安田三振、井上セカンドゴロってね、っていうちょっとね、細かい野球っていうのがね、ちょっとロッテはね、しっきり、勢いに乗ったらバンバンバーンって打って打ちまくって大味な試合になるんだけど、こういうね、小技とかね、やらなきゃいけないことっていう細かい野球がね、ちょっとロッテはね、できてないんじゃないのかなっていうところがね、象徴的でしたね。そして、まあ、守備でもね、まあ、二木はでもね、コンビネーションね、ストレート、フォークのコンビネーションね、悪くなかったんですよ。101球投げて、まあ、6安打8奪三振、まあ、3四球、4失点っていうところで、まあ、失点はしましたけどね、フォークかな、スライダーかな、なんか落ちきらなかったところを中田にホームラン打たれたりとかして、まあ、失点はしましたけど、まあ、そこまで悪くなかったですけど、合格か合格じゃないかっていうと、次週に持ち越しっていうね、まだ判断はしません。でもそんなに言うほど、悲観的になるほど内容的には悪くなかったんじゃないのかなっていうのは見方してます。まあ、6回ね、中田フォアボール、これがね、痛かった。非常にね、追加点を取られた。で、太田センターフライで横をレフト前、そして清宮にデッドボール、これが痛い。で、最後宇佐美にね、犠牲フライ打たれて、この6回のね、中田のフォアボールと清宮のデッドボールっていうところが非常にね、ロッテとしては痛かったかなっていう。で、まあ日本ハムはね、有原が7回109球4安打9三振1デッドボールで無失点というところでね、ストレートスピードは148から149キロぐらい、150キロ以上のスピードがバンバン出るっていう形じゃなかったですけど、まあ、初回から7回までね、この球速も落ちず平均的に高い数値をまあ出し続けれたっていうところでね、安定的なピッチングができたかなと。前半はね、ストレートをしっかり意識してストレートで三振取っていく、で後半はそのストレートを意識させたことによって変化球系で三振取るというね、まあ、前半ストレート勝負、そして後半に向けては変化球勝負っていうところで、まあ、前後半でガラリとリードを変えて、で低めの変化球っていうところを、まあ、ロッテ打線が見極めきれなかったっていうね、そのロッテ打線に対応できず、対応させないような、まあ、リードに導いたっていうところで、まあ、バッテリーの、ね、勝利かなっていうところでね、グッというところがね、ありましたね。で、まあ、日本ハムのね、ポイントで言えば、まあ、4対0からリードしててね、8回表、中田がツーベース打って、このね、太田がそこでしっかりで、ね、進塁打を打てるっていうね、まあ、ロッテとは対照的な、まあ、細かい野球ができたなと。これはもう太田の打者、初球からね、もう反対方向に絶対打つんだっていう意識の表れた中での進塁打っていうところで、で、まあ、この進塁打は非常に良かった、太田君。
ね、でその後横がねあのセカンドゴロになってんで清宮ライトへのタイムリーっていうところですけども、まあ、ピッチャー東ねストレートボールそしてツーシームがストライクでフォークをこう続けてファールファールファールで最後ツーシームっていうところであのキャッチャーは非常にアウトコース寄りに構えてたんですけどもそれが真ん中に入ってでまあ、ワンボールツーストライクからタイムリーということで、まあ、攻め方としては中途半端もっと意識して投げなきゃいけないんじゃないのカウント的にはっていうねでそこできっちり清宮にタイムリー打たれるっていうところでね、まあ、攻め方含めてもうちょっと意識して投げてもらいたいなっていうところは見えましたね。でこれで栗山監督がね600勝栗山監督グッおめでとうございます。でしかもハムで言えば歴代2位の記録で貯金がその時点で35あるっていうね勝率も5割1分5厘だったかな白星先行っていうところもね非常に素晴らしい、監督だなっていうねところはありましたね。で昨日6対5でねロッテの勝ちというところですけれどもまあ和田がね1番初スタメンで、まあ、初球から積極的に打ちに行くねバッティングで、5打数3安打3盗塁でその後のマーティンが、西四球で3盗塁ということで、ね、この2人で6盗塁もうあのバー平原クイックタイミングモーションバッと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 ねもうキャッチャーかわいそうもう完璧にね盗まれてますしもうどんだけ一生懸命投げてもねあのタイミング的にも全然セーフっていうところでねこれちょっとどうにかしないと今後も走られまくるなと。でもこの試合は本当にね和田オンリーの試合だったかなと。でも3個目の盗塁はね完璧にアウトだったんですけどショートの石井のタッチがね下手くそっていうねもうちょっともう厳しくいかないとタイミングは完璧でアウトだったのにタッチでセーフになるっていうのは非常にバッテリーとしてはねもういたたまれない思いになるんであそこら辺はねきっちりタッチすることによっての成果が出るんであのポイントはね非常にショートのね多分石井だったと思うんですけどタッチが甘いかなっていうところはありましたね。でまあ5回ねマーティンのショートゴロでね和田がホームへねヘッドスライディングっていうねあのギャンブルスタートも素晴らしかったですしもう和田一人にやられたなと。この試合非常にね展開としたら日本ハムがねもう勝っててもおかしくなかったっていうかもう日本ハムが8割試合をコントロールしている中でこの和田一人にその8割を全部ゼロにされちゃったっていうね和田康士郎グッドあなたのおかげで日曜日は勝てましたって言っても過言じゃないっていう戦いでしたね。そしてソフトバンク対オリックス14日4対1でソフトバンク、そして15日2対8でオリックスソフトバンクの連敗ストップっていうとねで16日6対2でソフトバンクというところで、まあ、2勝1敗でねソフトバンクの勝ちというところで1週間で見てるとソフトバンクの5勝1敗でそしてオリックスの1勝5敗という形でねオリックスは大きく負け越した。まあその土曜日にねソフトバンクに対しての連敗がストップした中でのね、まあ、最終的に勝ち勝ったたかったところで勝ちきれなかったというところは非常に痛いね。まあ、あの金曜日でしたね、まあ、山崎は本当にピッチング、ね、あの柳田に、ね、ホームランを打たれましたけどもあの打った方がすごいあれはね。でリード的にも、ね、悪くなかった、まあ、カーブの外のカーブでストライク取って外のストレートボールでチェンジアップ低めでボールでチェンジアップ外でストライクで最後、ね、インコース行ったと思ったら、ね、それをくるっと回転で、ね、ホームランを打たれたというところで、まあ、僕はリード的には悪くなかったんじゃないのかなと。打った柳田がすごい。そんなことよりも問題はね柳田にホームランを打たれたことじゃない。問題は2アウト2塁から前のバッターの上林への配球これがねチェンジアップストライクカーブボールスライダーボールカーブボールチェンジアップボールでねフォアボールを出してしまうというところで、まあ、次のバッターが柳田っていうところを考えるとここは無理やりでも上林で勝負しなきゃいけなかったところをしきれなかった。でそれでフォアボールを出してしまうでその後柳田にホームランを打たれる、ね、この上林をこのワンストライクしか取れずフォアボール出してしまうんだったらもう柳田もフォアボール OK でいかなきゃっていうこの線の流れの中途半端な配球、投球、リード、戦略っていうところが、まあ、よく分かんなかったかなと。まあ、上林で勝負無理やりでも打たれてもいいから勝負しなきゃいけなかった。でそこをフォアボール OK で一塁空いてるからちょっとフォアボール OK で攻めるんであれば2アウト柳田に対しても1、2塁と1塁空いてないけどフォアボール OK で攻めなきゃいけなかった。この攻めなきゃいけないところのちぐはぐさっていうのがね結局負けたから。だから柳田にホームランを打たれたのが悪いわけじゃなくてその前の戦略的な不都合が結果的に勝ち越しを生んだって言っても過言じゃないようなね攻撃に見えましたね。その中でもオリックスのキーポイントで言えばね勝てた試合かなっていうところは6回表ね T 岡田があのセンター前打って津森が牽制悪送球でノーアウト3塁に行って伏見がセカンドゴロローズギゲスファーストフライ足立フォアボールの後のこんな分かんないダブルスチール T 岡田ねで下位の義頭で飛び出してアウトっていうところではっていうねプレーに見えましたけどまずT 岡田は
回が投げてからスタートしないと、もう投げる前にスタートするっていうことはもうそこはもう超ギャンブル、足が速くないって言ってるのにも過言じゃないし、でしかもここ数試合中でダブルスチールやりすぎてるから、もう相手チームはもうほぼ研究されてるっていうところで、このダブルスチールっていうのはんっていうところはね、ちょっと見ててあったかなと。でまあ3回表もね、山橋ショートへの内野安打で宗がレフトフライで、吉田がねセンター前で、ジョーンズショートライナーで、 T 岡田フォアボール、伏見ショートゴロとね無得点。だからチャンスはあった時にね、その攻撃を潰してしまったことも結局柳田のホームランを生む結果になっちゃったんで、まあもったいなかったかなっていう試合に見えましたね。で土曜日2対8でねオリックスっていうところで、まあ日本がねちょっと全体的に球が高かったし、ちょっと力なかったかなと。でそこをねオリックス打線が見逃さずしっかり仕留めれたっていうところはね、まあオリックス打線の素晴らしさっていうのはありましたけども、まあオリックスね吉田3イニング無失点と、まあ丁寧な投球で緩急をつけてね、前まではねちょっとまっすぐガーンガン投げしてフォーク落とすみたいな、ちょっと力投は剛腕みたいなイメージありましたけども、まあ、この試合は本当に丁寧に腕をぶん回し投げるだけじゃなくてね、しっかり丁寧にコースついたり低め投げたりっていう、まあ3イニングでしたけども、非常に丁寧なピッチングにね見えて、吉田グーナイスピッチングね、で投打がね噛み合ったら、だからちょっとねオリックスはね投打の噛み合わせがあるしね、そのピッチャー抑えたらバッター打てないとかね、バッター打ったらピッチャー抑えれないっていうところね、この組み合わせ噛み合わせがねガチってなった時にね、もう少し爆発力ね生むかなっていうとかさがね、今シーズンかな全体的に続いてますよね。昨日の試合6対2でね、ソフトバンクっていうところで、まあ石川がね中14日かな相手休養明けのねピッチングっていうところでしたけども、休養十分ゴッピッチングね、これで5勝目っていうところでね、非常に素晴らしいピッチングがね続いてるかなっていうところもありますし、まあオリックスはねもう先発が崩れて中継ぎね連日連投っていうところで、まあ非常にきついかなと。この8月の時期ね暑い時期に入ってきて、まあ6連戦続いてくるっていう中で、まあ先発が早期崩れてもう中継ぎ連投していかなきゃいけないっていうね、もう毎日数人がピッチングスタッフ準備しなきゃいけないっていうところで、まあちょっと中継ぎにねきついかなっていうようなね、戦いにね終盤見れましたね。さあ最後に西武対楽天、金曜日13対8で西武で、土曜日3対3の引き分けで、昨日が11対1で西武というところで、西武はねちょっと踏ん張りましたね週末、1週間で見れば西武の2勝3敗1分け、楽天の3勝2敗1分け、まあ、カースイモブね楽天が3打でした時にはこれ勢いに乗って6連勝あるんじゃないかっていうところで、まあ、週末ねちょっと西武がね、まあ、踏ん張ったかなっていうところはありますけども、なんといってももうね金曜日もうお疲れ様ですっていうよく打ちますっていう両チームもうしかもそれが則本ニールっていう両チームエース同士の投げ合いで13対8になるかと、もう俺がキャッチャーだったら悲惨、当事者だったらもうどうなんねやって、だってもう楽天が初回から2点3点1点1点みたいな、西武が3点2点1点で5回に6点みたいな、もう大変みたいな、この暑い時期メットライフで大変大事件みたいなね、もう試合になりましたけども、もうよく打ったね両チーム、よく打たれたね両チームっていうところで、打ち合い西武山賊打線これですよっていうね戦いがね見えましたね。でまあ土曜日ね3対3の引き分けっていうところで、まあ、西武のキーポイントで言えば、まあ、初回ね3点止まりっていうところがね若干後に響いてたかなと。しかもまあ4回裏もね2アウト満塁で金子がライトフライね、7回裏もスパンジェンバーグセンター前、木村バント失敗ね、で金子がセンター前でワンアウト1・3塁高木ねダブルプレーっていうところでね、ここら辺でもうこの4回7回で点を1点でも取ってたら、まあ、十分勝ち越すだね、初回3点それで終わってしまったっていうところがね、まあ、この結果3対3の、ね、引き分けになったかなっていうところと、あとはまあ終盤ね、まあ、楽天としては辰巳がね本当に素晴らしいバッティングだったかなっていうところもありますけども、ここでんポイントんポイントっていうね、まあ、今勝手に作りましたけど、まあ、キーポイントの感じですよね、まあ、西武で言えば8回表ねピッチャーギャレットでね辰巳初球ストレートをねホームラン、ここの1点というのは非常に大きかったね、これはまだでもね打った本人がすごい。9回表ピッチャー増田になってからここでまた辰巳ね、インコースストレート見逃し、インコースストレートファール、そしてアウトコース狙ったのが真ん中高めに入ったストレートが、センター前でここで追いつかれて、ここで疑問ね、ツーアウト三塁の場合っていうことを考えても、なぜストレートばっかりいったんだっていうね、その前のギャレットのね速いストレートを完璧に打たれてる中またまっすぐ3球続けるっていうね、なんで変化球を挟まないのっていうね、このストレートを打たれてるのにストレートを続けてまたセンター前、もちろんね増田もストレートいい速いピッチャーではあるけども、
やっぱりそこのストレートばっかりっていうのがちょっと疑問に残る配球だったかな。でしかもまあそれをね最後ミスコントロールしてしまったっていうね投球にも問題ありますけど、このストレートばっかりを辰巳に投げてそれを完璧に打たれたっていうところがね、っていう見てて思いましたね。まあその中でも西武ねいいところありますよ。メヒアがね3打数2安打2打点1ホームランでね、グワッここに来てメヒアがすごいっていうね。あとはもう 1,2 番がね西武も固まってくればちょっと打線がね好転してくるのかなっていうところもなりましたし、まあ昨日の試合ね11対1ということで若手ベテランもういいねっていうねこの融合、まあ若手で言えばね、まあプロ初アンドいったら次ねグね、あとは、西川ナイスバッティングということで、ここに来てねライオンズもまあチームはねちょっと状態良くならないですけど、この若手がねどんどん一軍に出てきて、まあそれをねチャンスを生かしていくっていうね、この未来に向けてもそうですけど、いい若手いるなっていうところね、まあ今年の前半戦で言えば鈴木翔平もそうですけども、若手がねどんどん出てきてるっていうところでね、チームとしていい形になりてるとこかなっていうところも、ありますし、しかもそういった選手がねしっかり活躍するっていうところでね、西川そして柘植グッパッティング、ね、まあ、素晴らしい活躍だったかなと。でその中で、ね、栗山がしっかりホームラン打ったりね、この若手とベテラン、そして融合っていうんで山川もね、まあ、ホームラン打って、ここでちょっとずつ上がってきてほしいっていうね、このちょっとずつ上がってくる気がしはあるんですけど、それがね、ぐーんと上がっていくとね、さらに山賊打線がね、いい形で出てくるんじゃないのかなと。あと福井はね、まあ、フォアボール、そしてね、ホームランっていうところでね、さすがにきついっていうね、こういったところがね、まあ、こう前回までね、結構いいピッチングが続いてたんで、まあ、そこの中でね、福井に勝ちをつけさせてやれてないっていうことがね、こういったところになりかねないんで、まあ、今後ね、福井がいいピッチングした時っていうのは、楽天打線がね、しっかり打ってですね、貢献、福井にね、勝ちをつけてやれば、まあ、いい形になるんじゃないのかなと。まあ、でもね、日曜日の試合はね、なんか山賊打線、ここにありっていうね、若手とベテランがね、非常に融合した素晴らしいね、バッティング打線っていうのがね、見えたかなっていうところで、これで今週、終わりです。申し送り事項、タイガースの皆さん、巨人はミスが目立ちつつあります。そのミスを叩いて一気に勝ち越せるチャンスですよ。菅野を打てば一気に連勝。ジャイアンツの皆さん、タイガースはベテラン頑張ってます。サンズもいいです。なんとか中軸を抑えるために 1,2 番を絶対抑えてください。ヤクルト対中日、ヤクルトの皆さん、ドラゴンズが上り流になってます。投手陣の厚みが増してきてます。最小失点で切り抜けろ。ドラゴンズ皆さん、ヤクルトは小川がノーヒットノーランしてチームの勢い増してますよ。勢いついた同士の戦い、ここを負け越すと後々困る。火曜日の試合絶対落とすな。広島の皆さん、 DeNA 若干疲れがあるように見えます。ここが叩きどころですよ。DL ミネムさん、広島も若干疲れ気味、しかし4番の鈴木誠也は怖いですよ。鈴木誠也を全力で抑える。ニッパーアム対楽天、ニッパーアムの皆さん、楽天は若干先発投手が疲れ気味、一気に叩き潰せ。楽天の皆さん、日本ハムはここ1で中田が打ちます。勝負どころの中田に気をつけろ。近藤を敬遠するな。ロッテ対ソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、ロッテが状態ですよ。ここを一気に潰して首位狙ってきます。昨年の屈辱を晴らすためには一番気をつけなきゃいけないのはマーティン、そして和田が勢いに乗って上ギータ出てくるかも分かんないんで足に気をつけて。ロッテの皆さん、ソフトバンクは柳田と中村晃絶対に抑えましょう。和ギータとギータの戦い、どっちが勝つのか注目してます。オリックスの皆さん、西武の山賊打線が武器を手にしました。先週までは素手で戦ってると思ったら週末に向けて武器を調達したみたいです。山賊打線の武器を持った攻撃に気をつけて。西武の皆さん、オリックスは吉田正尚次第、吉田の前にランナーを出すな。さあ最後にベースラインパ・リーグからピッチャー有原、ここへ来て本領発揮。キャッチャー田村、ロッテ、やっとお目覚めですか。ファーストメヒア、山賊打線を生き返らせろ。セカンド浅村、もう打ちすぎて
逆に目立たない。サード鈴木大地、いつまで打ち続けるの、そんなに打つっけ。ショート茂木、浅村茂木鈴木大地がつながると楽天打線怖いね。レフト近藤、地味に打ち続けるで。センター柳田、もう柳田以外の名前を言いたい。ライト吉田正尚、チームの勝ちに貢献する打撃を見たい。 DH 中田、ここでの一発はさすがです。特別賞ロッテ和田康士朗、スピードスター見てて楽しかったです。セリーグピッチャー小川、ライアン、キャッチャー西田、ノーヒットノーランはあなたのおかげでもある。ファースト村上、もう広角にも打てて長打もある、もうツバメのゴジラ。セカンド阿部、ここぞの一発が効いたね。サード高橋、あなたが帰ってきて上り流。セカンド大和、いいところで勝利に貢献。レフト青木、青木村上のつながりがヤクルトの核。センター近本、2年目のジンクスはもう終わり。ライト鈴木誠也、打ってるけどあとはチームが勝つだけ。さあ特別賞、広島森下、全員先発全員奪三振、完封、素晴らしい。新人王に向けてまっしぐら。そしてもう一人中日大野雄大、3試合連続完投、これからのチームの牽引、大野にドラゴンズはかかってるかも。さあということでベストナイン終わりました。ここまでなかなか1時間喋ってきましたけど、コンパクトにまとめて編集でね、どれだけになっているのかっていうところですけど、お疲れ様でした。